おはようございます。僕のあそこはイサキがめっちゃうまかった。どうも、キリカです。あ、そっちの方がいいね。そっちの方がいい。平和。いやもうね、おとといイサキを釣りに行って、イサキをね、さばいて食ったんやけど、まあ脂が乗って美味しかった。というわけで今回お送りするのはいつも通りのセリカーダムでございます。とで、まあ僕は友達が少ないので、またいつも通りお供は俺だ、ヤナチンです。ひぼきでヤナチン。じゃあそういうわけで行ってみたいと思います。よし、逆光。このスモラはレイドのやつやなかったっけ。よう飛ぶよこれ。うん、エグ玉やったっけ。うん、なんかそんなやったと思う。ミドスト。お、食った。お、早巻き。スモラバの早巻き。まあそこそこ。あ、でも合わせが厳しいかも。お、でかいぞこれ。ごめんね。おー、やばいやばいやばい。ちょっとちゃんと上げてよ。うん、うん、結構でかいぞこれ。スモラバの早巻きやったね。お、結構ようドラグ出るぞ。でかいんじゃない、マジで。うん、でかいでかい。ちょっとあんまり姿が見えてないけど、よし、上げてこい。うわー、でかいよ。でかい。わ、まだツツクシャに突っ込むね。入ったけど、ちょっと待って、あー、冷たい。オッケー、でかいね。これちょっとでかいよ。おー、これでかいわ。でかいでかい、これ。おっしゃー、でかい。これいったぞ。いや、ちょっと改めて見たら、いやいや、ギリないような気がする。いや、あるでかい。こうやろ。あれね、ほら、48、うん、嘘でしょ。48、まあ48やね。でもこれすげえ体高いいもんね。え、ここめっちゃ太い。これ食ったらうめえぞ。イサキやん。いや、イサキよりもでかい。よ、危なかったね。でもギリガン、やっぱ、うん、ミドストやけ、そのところかかるんやろね。そうね、ミドストっちゅうか、もうただ最後のピックアップで巻いてきたときに。そうなん、うん、結構そんな多いね。おお、これ 1.8 ぐらいありそうだね。8ねえか。8はないな。はい、かかった。はい、 1.72。 あー、オーケー。いいよ、エグ玉とこの OSP の、いや OSP の何やったっけこれ、HP シャットテールか。うん、もうちぎれてる。お、これ高めかでも。オッケーオッケーオッケー、いいよ。まだ、おお、引くね、うん。いや、今分からんかったもんだって。でけえぞでけえぞ。どこだ。お、来た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 。同じぐらいやね。おーし。オッケー。だって分からんかったもん、当たりが。うわ、いいとこかかっちゃった。待って、外れた。外れたけど、網があるから大丈夫だった。よし、じゃあとりあえず長さだけ測らせてもらって。はい。おお、いいね。いや、ちょっとこれ大きくね、ほんとでかいでかい。ちゃんと掴んで、お、長い。やっぱりないけど、長い。うん、やっぱ同じ。48 7.5。 キリカさん、あ、40… お、途中にしたんやったかね、さっき。どっちの48、うん、47か48、うん、で、重量がでかっ。こうやって見るとでかっ。お、 1.65。 あ、じゃあキリカさんの方がでかいよね。あ、まあ、いい。え、なんで、お、なんか同じに見えたんやけど。さあ、こいつはどういう逃げ方をするんでしょうか。悠々と逃げた。悠然。あの、ピューッて逃げるの、やっぱ T
小さいバスですよ、ね、やつね。なんであんなこのエリアだけで釣れるわけ。あんなに頑張って釣ったのに。いやそれが慈愛なんかもしれん。今9時20分。はい、エンディングです。はい、今日もいい釣りができました。よし、じゃあ今からね、ボートを片付けていきたいと思います。なので靴下脱ぐよーん。ちょっと車持ってくる。はい、お願いします。とりあえず竿を上げるか。よいしょ。あ、気持ちいい。みんなこれね、リチウムバッテリー、青いやつはね、お高いやつよこれ。このリチウムバッテリー軽くてほんといいんよ。もうこれなかったら多分こんだけちょうどいかれんよ。毎回あの鉛バッテリーを乗せ下ろしするだけで一汗かくけね。一番使ったね。ねえ、もうこんなんでも出るもん、リチウムバッテリー。これで一日楽に遊べるね。欲しい人は僕の YouTube のチャンネルで欲しいと言ってください。でこれが魚単位ね。これもね、欲しいちゅう人がおったらね、僕のチャンネルの方に登録してください。いや本当に言うやつおるけど。ありがとうございます。でここら辺のね、ボックスも欲しい方はね、僕の YouTube チャンネルの方に登録をお願いします。ちょっと登録者数増やそうと思って変なこと言うのやめて。でね、これが竿のティップを保護するやつかな。そうそうそう、これはねルアーよりも大事なのであげられません。あれどっちかっていうとそれでもいい。それもダメやけど。それもダメだけど。よし、頑張れ。お願いします。俺も、やっぱりせ。よし、来たら今度こっちに倒しましょうか。はい、はい、ほいっと。うん、どんぐらい？まっすぐ？あ、前行く？うん、で後ろで動かんよ。うん、これ。はい。いいよ、押さえた。はい。よし。はい、オッケー。よいしょ。あ、これ今度。ここだ。はい。ありがとうございます。はい。あ、いいよ。はい。はい。オッケー。鹿島、あいやー。やべえ。ここまあ。大丈夫大丈夫、いけんです。脚立で。鹿島アイヤーが出たのじゃん。鹿島アイヤーダメでしたね。不発。カートップのことをね、いっぱい。もまだまだ知りたいよという人があったら、ヤナチンに電話してください。ちょっと電話番号してるんだけど。電話番号は090。いたずら電話も大歓迎です。やめて。いたずら電話四六時中かかってくる。寝てても歓迎。こんっけね。こっちはさっきパチッチした気ね。オッケー。冷凍庫、まあ俺も冷凍庫買ったけ。冷凍庫あったらやっぱいいわ。あ、買った買った買った。海釣り行く前もな、氷がいるやん。うんうん。でその氷がさ、うん、まあ船の人が準備してくれちゃう船もあるけど、だいたい自分で氷持って行ったりせないけど、うん、2リットルのタッパーに水を
貼って、でそれを4個作って、うん、で、でもそれ板氷やけ、うん、クラッシュしたいやん。うん、で100均で、内側に銀色八丁さ、保冷バッグみたいなのしちゃう。あれにガポンジ入れて、うん、蓋閉めて、うん、金槌で氷にしよう。さあローソンが見えてきました。じゃあローソン寄って、トイレ行って、翼を授かって帰りましょう。